母さん、今でもエトロフに帰りたいのかな。そうだね、最後はエトロフに帰りたい。故郷は忘れられないものさ。何もしてあげられんで、ごめんね。何も、ありがとう。私、ばあちゃん連れて必ず行くから、それまでちゃんと生きててね。あの日から77年、北方四島は今でも大切なふるさとです。